まあ、西アフリカってね、大体まあこの辺を指しますというところです。はい。めっちゃ広いじゃないですか。で、こんなのね、一言で言えるわけないんですよ。ひとまとめにできるわけはないというところです。はい。まあ、当然その地域ごとだったり、部族ごとのリズムとか、そのアンサンブルのやり方、作法みたいなのがありまして、それをね、一口ではちょっと説明しきれませんので、今回は、本当にその、全く何も知りませんと、いう方、ビギナーの方向けの、その入門ガイド的な感じでやっていきたいと思います。はい、というわけで、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャは大歓迎、来るものは拒まず、お送りいたします。パーカッションのワークショップ、高文がお届けします。よろしくお願いします。アフリカの方、すっごいよく言うんですけど、まあ、すごくその、太鼓を叩くとか、もうそれ以前に、まあ、リズムというものが存在していると。まあ、自然界と言ってもいいし、人間の生活する中、生活音だったり、なんかね、慣習とか、この喋る言葉すらもリズムであるっていうのをすっごいよく言います。もうその叩く前からどういうふうにリズムに乗ればいいのか、どういうふうに踊ればいいのか、どういうふうに叩けばいいのかっていうのをもうなんとなく分かっているということをね、すっげーよく言うんですよ。はい。で、それってどういうことなのって思いません？え？何ですか？それ遺伝子ですか？みたいな、話なんだけれども、それをね、ちょっと分かりやすいのがありますんで、見ていただきたいと思います。これフォリっていう映像作品ですね。で、YouTube で見れます。で、今回紹介する動画は、すべて、リンクがもうすでにね、概要欄に貼ってありますので、全部見たい方は見てください。こんな感じで紹介するんですけど、結構ね、著作権的に、グレーっていうかアウトなんで、一応ね、紹介という名目で、お見せしますけれども、全部 YouTube で見れますので、後で、見てみてください。なんとなくわかりました？この、映像が言いたいことっていうか、要するにこの嘘をつく、タンタタンタタンタっていうのがもうすでにリズムになってると、タン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 、なんかね、まあ我々の言葉で言う三拍子みたいになってて、それに対してこう1212122、タン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 1212って歩いてて、タン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 っていうのは、もうすでにその鳴ってる生活音だったり、それに合わせて歩いたり、なんかね、口ずさんだりしてると、もうそれがもう音楽になってるというところです。はい。で、こういうふうになんかこう、仕事をしている、作業をしている時にも、なんかみんなでね、歌ってリズムを合わせたり、日本でも結構そのね、農耕作業をする時とか、その仕事をする時に、掛け声とか、農民の歌みたいなのってあると思うんですけども、エイサーコーラーよっこいしょーみたいな、で限りなくそれと、同義ですね。はい。じゃあもう一個ちょっとフォリからいきます。セデリー。キニマセネケライボセネティ。エキャ。キニマセネケライボセネティ。エキャ。カナクドバ。エキャ。カナクドバ。カナ。エキャ。カナクドバ。カナ。エキャ。カナクドバ。カナ。エキャ。Kini masene kele ibo sene di. Ne. 実際そのジャンベとか、太鼓を叩く、いろんな太鼓があるんですけれども、まあ、そういうのを叩くときにも、結構ね、その言葉が元になっている。今のカナクルパカナクルパカナクルパ。このもう言葉をそのまま、当てはめたっていうか。普通にこう人と人が会話するこの言葉がそのままこうキャッチボールにもなってるし、アンサンブルになってるよっていうようなのがこの映像から分かりますというところです。はい。で、これ初見で聞くとやっぱりすごい複雑に聞こえると思うんですよ。なんか我々の感覚だと結構その
もうすでにその分かりやすい音楽っていうか、分かりやすいこの拍、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、まあ、前回やりましたけど、こういうビートだったり、ワン、アン、ツー、アン、スリー、アン、フォー、アンみたいな、結構そのきっちりと割り切れる、分かりやすいビートが多いと思うんだけれども、それに対してめっちゃ複雑に見えますよね、こっちは。っていうのはもうそもそも自然発生的に、生まれているからとも言えるし、そのそもそもこういう人とのコミュニケーションだったり、この言葉っていうのは割り切れるもんではないと、まあ割り切れる場合もあるけどね、いうところが、まあ、起因しているというところです。はい。だからこっちの方が極めて、無添加っていうか無加工っていうか、あえてこう整えてない感じになっているっていうところです。はい。で今見ていただいたのも本当に、まあ、分かりやすくデフォルメした形ですし、本当に一例っていう感じで、その西アフリカも、まあ、今国になってますけど、国になる前は、それぞれね、何族みたいないろんな部族、いろんなコミュニティがあって、そこごとにその部族のリズム、みたいなのがあったり、儀式の時に叩くリズム、なんかお祝い事の時に叩くリズムとか、お祭りをやる時とか、収穫を祈る、何かにつけてこう叩いて踊ったりした、過去があるから、もう本当にね多岐にわたっていると、もう何百種類とあるみたいです。はい。で当然ね、僕も全部把握しておりませんし、まあ、本当に一部分っていう感じなんだけれども、ちょっと代表的なのをいくつか見ていただきたいと思います。これが、ギニアのソルソーネっていう、もうね名前がついてて、もうそのアンサンブルの型も決まっているリズムで、今では大衆のリズムになっております。まあ元は違ったらしいんですけどね。でこれが結構その、日本人が思うアフリカンパーカッションっていうか、アフリカンリズムアンサンブルって思う方多いんじゃないかと思うんですけども、どうでしょうか。いわゆるジャンベがあって、大太鼓、中太鼓、小太鼓みたいな、ドゥンドゥンとか言うんですけども、ドンとドンとドンドンって叩いて、まあ、その上でソロだったりをして、踊ったり歌ったりするという、型があります。はい。でもこれは本当にその西アフリカの、広い中の一個っていう感じね。特にまあギニア。で、特にそのギニアのね、まあ、ママディケータさんっていうのがいますと。はい。今年ね、今年です、本当に今年亡くなってしまったんですけど、彼がすごくそのアフリカンカルチャーっていうか、このジャンベをね、広める活動をしたので、このさっきみたいなアンサンブルっていうのは世界に浸透しております。はい。だから結構これが、有名というか分かりやすいところだと思うんだけれども、当然これ以外にもめっちゃたくさんあるわけね。コートジボワール、コートジボワール来ます。これザウリっていう、リズム踊りと、もうこれセット、パーカッションのアプローチ、フレーズと完全にこう踊りが合っている、踊りをねガチガチに合わせているような結構珍しいタイプの、やつです。はい。こういうのもあります。はい。ガーナ、
これガーナね。まあ似てるんですけどね、だいたいその革物の太鼓があって、まあ複数台で叩いてアンサンブルするっていうのは大まかには似てるんだけれども、それぞれ全然違ったと思うんですよ。でこれ今キューバのやつと似てねってことに気づきませんか？ほとんど同じかみたいな、感じですね、植民地時代とか奴隷の時代にいろんな国にこう黒人さんたちが渡ったので、まあ、当然、各地でねこういう類似のリズムっていうのは存在しますというところです。まあ、そこからさらに、進化するわけなんだけれども、それは今までのワークショップでね実は結構やってます。これは世界中の音楽に影響を与えているといったところで、アフリカの音楽自体もですね逆輸入っていうか、世界中の音楽、を取り込んで、まあ、それぞれね、各国の今ではなんだろうな、ギニアンポップスとか、カメルーンの、あ、カメルーンのやつあったな。ちょっと最近どんなのっていうのね見てみたいと思います。これカメルーン。なんか急にめっちゃチャラくなったなと、いうところですね。これねマコッサっていうリズムが元らしいんだけど、いろんなの混ざってますよね。なんかサンバなのかレゲエなのかディスコミュージックなのか、もうミクスチャーになってますと、いうところです。はい、大まかに本当に今の結構、ね、分かりやすい特徴的なやつを言ったんだけれども、それ以外にも似てるのがたくさんありますから、ちょっと気になる方は、そのなんか一個ね、あ、このリズムいいなっていうのを見つけたら、それがそのどの地域で生まれたものなのかとかね、どういう楽器を使ったアンサンブルなのか、あるいはどういう踊りをよくするのかみたいなのを、調べてみると面白いと思います。はい、まあこれね本当に余談っていう感じなんだけど、いわゆるこの太鼓、こういうこう血を鳴らすような体に響くような低音プラス、あと金物ですね、アフロベルとかカウベルとか、いわゆる鉄系の音っていうのはだいたいその世界中にありますと。でやっぱりね僕は思うのは日本もあるよね。はい、まあ和太鼓アンサンブルっていう感じなんだけれども、これ構造同じじゃねって思いません？いわゆるこの体に響く低音があって、あとチンチチンチチンチってこう、金物がある、っていう構造はね結構世界中にあります。で類似してる。でこの、まあ、日本のスタイルがそのアフリカから直接伝わったかどうかっていうのは、まあ、正直わかんないです。なんだろうな、例えば中国に伝わって中国からさらに日本に伝わったパターンもあるだろうし、日本は日本で独自にそのこの低音の心地よさと高音の高揚感っていうのはもうなんていうか人間のこの聴覚に直接響くものですから、もうそれをもう感じ取って、やったら結果的にそのアフリカの人たちがやってたのと同じになっちゃったっていう場合もあると思うんですよ。はい、ここはねちょっと正確に、確定的なことを言うことはできないんだけども、まあとにかく似てるものが世界中に見られるっていうところです。はい、